ジギムント・アウグスト・ボルフガング・ヘルダーは、ドイツの地質学者、鉱物学者である、ビュッケブルクに生まれた。父親は、詩人のヨハン・ゴット・フリート・ヘルダーで、ゲーテラのドイツの知識人の中で育った。父の友人で、アフリカを探検した、アウグスト・フォン・アイン・ジーデルの影響で鉱物と科学に、対する興味を持った。数年兄とスイスで暮らし、多くの外国語が話す力をつけた。 1795年にイエーナ大学を卒業し、ゲッティンゲン大学、フライベルク鉱山学校、ビッテンベルク大学などでさらに研究した。1802年に父親が借位を得て、ヘルダーもフォンヘルダーと名乗ることになった。1802年から黒差試験鉱山などで働き、1809年にザクセン広告などの鉱山や、 製鉄所の設備や技術の改善を行った。鉱物、ハーダーイートアヘルダーから命名された。ありがとうございます。